はい、もっとおさめ生ホットが送る恋愛婚活作る LLC チャンネルということで、ね、今回もやっていきたいと思います。じゃあ今回はですね、あなたがモテない最大の理由ね、もう僕1000人以上個別相談、恋愛の個別相談してますけども、やっぱりね、まあ一つ挙げるとしたら、もうね、最大の理由ってやっぱりねあって、これをちょっとね今日言っていこうかなと思ってます。でこのチャンネルはですね、皆さんの恋愛に役立つ恋愛心理学、そしてですね、僕自身ですね、水商売をしてたことはあったりとか、マチコンとか婚活パーティーの、司会を7年8年やってきてますので、そこでね得たノウハウを皆さんに提供させていただいておりますので、いいなと思ったらぜひねグッドボタン、そしてチャンネル登録の方お願いをします。じゃあね、最大モテないね最大の理由ね、やっていきましょう。外見がダサい。間違いないです。間違いない。間違いないです。120% 外見です。もうそうっすよね。入り口です。入り口。入り口です。男性とかもう女性もそうなんだけど、外見一発目の印象で、印象っていうのは3秒で決まります。ね、3秒が、その印象が6ヶ月間続くって言われてるんで、もう特にパーティーなんて言ったらもうダサいっていうその一言だけで、もう相手にしないですね、うん、もう会話無視だよね。無視ですね。話しかけられても、うん、まあ LINE 交換されてもしてもブロックだし、私もダサいっていう時点で恋愛の土俵に上がれないですね。はいはい、なるほど。はい、恋愛の土俵に上がれない。そのダサいとはちょっと、じゃあ外見ダサいとはちょっと細かくやっていこうと思うんですけど、はい、ね、まず髪の毛。髪の毛ダサいって僕は思うには、ボサボサとか整ってないとか、ちょっとね今日ねセットは僕微妙なんですけどもって言うと、別にいつもと変わらないよって言われるんですけど、ね、あのセットすらしてこないとか、頭ここちょっと寝癖があるとか、はい、そういう人とかいたりするんだけど、髪の毛どうすか。髪の毛、そうですね、本当にもうあの伸びっぱなしとか、まあ、テンパというか髪の毛がもっさりしてる人とか、うん、美容院って知ってるみたいな人が多いですね。はいはい、なるほどね。言ってない人多いよね、モテない。で恋愛相談来る人もやっぱりちょっとやっぱりで、ね、ダサい人多いんですよ。もちろん気遣ってる人もいる、はい、うん、そういうのね、やっぱね、毛先、口先、つま先、はい、でやるけど、やっぱり、ね、それちゃんとやんないとダメ、うん、本当に、その髪型で生きてて恥ずかしくないのって思うし、うんうんうん、やっぱもうあの顔と髪はセットで絶対見るから、うん、なんか、まあ、もったいないなって思うし、顔が良くても髪型ダサいと、その時点でちょっとその恋愛の土俵から下がるから、うん、あの良かったものがダメになる可能性もある。そう、ね、そうね、ただでこれって髪の毛って、まあ、あの生えてないとか薄いとかもあるけどこれはあのうちの塾生もそうだけど、マジで薬飲んで生やしてるから、そうそう、今はもうお金出せば何でもできる時代なんで、もうそうそう、だから頑張ったらその変えれる、うん、でその熟成何飲んでるのって言ったら、ハゲ薬飲んでますっつって、それでハゲちゃうやつじゃんって思ったんだけど髪の毛生える薬でしょって、はい、ハゲ薬っつったんだけど、まあ、だからそういうのちゃんとね飲むなら飲むね、それ必要です。でセットする、遺伝を言い訳にするなって思ってます。そう、ハゲに関しては、そうそう、でハゲだったらハゲでもうハゲにしちゃいいじゃん、でハゲをなんかネタにしちゃえばいいんだよ、うん、もうちょっとこう広いんですけどすいません眩しくてとか、まあ、面白い人で終わりますけどねやっぱそこは薬飲んで生やして、うん、もう髪遊ぶようにした方が絶対いいですね。そうね。じゃあ下の概要欄にあのAGA の会社、最悪だとカツラとかね、カツラ熟成作ったことあるからね、あこれ見てるとバレちゃうからはい、っていう形です。はい、次服装です。服装ね、ですね、これはね結構ね打ち合わせしてるとちょっと賛否両論あったんだけど、でも一番はやっぱり清潔感ですよね。そうですね、うん、もうあの清潔感、あのやっぱりねボロボロのなんか分かんないけど、どこで買ったか分かんないあのチェックのシャツを着てくるんだけどいやないでしょって話。そうですね、シワシワとか、そう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 、いつ買ったのその T シャツ、色合わせても原型分かんないよねみたいな、うんうんうん、服とかもうあと安い先行で買っちゃってる人とか、うん、いやいや違うでしょっていうところよね。だからまあ僕的にはっていうか、まあ僕の理論があって、リンクメソッドっていうのがあって、パーティーとかだったら絶対に10分15分しか話せないから、その時に覚えてもらうために、僕がもし本気でパーティー行くならこの赤のジャケット着ていきますでその時はあいつやばって思われていい、はい、頭おかしいやつだってで覚えてもらって、で後で LINE を続ければいいんですよ、はい、すいません、いつもあの赤いジャケット着ちゃって、あ、いつもじゃない、この前赤いジャケット着ちゃって、デートの時は普通の格好で行きますんで、なんか好きな服装教えてくださいとか、はいはいはい、え、なんで引いてんの？いや、ちょっとなんかあの、一鉢だなと思って、うん、なるほどね、後で女子会のネタで赤って言われておしまいの可能性があるから
そうね、そうね、そうね。個人的にはシンプルで行った方が、良くも悪くも服装の記憶に残らないぐらいの方が女子受けはいいかなと思いますね。そう、女子受けのいいやつっていうのはやっぱり僕の中でも白のシャツにデニムだと思ってるんですけど、そうですね、それくらいが一番いいですね。ただデニムもなんか最近あの太めのやつ流行ってはいはいはい、じゃないですか。あれは女子受け悪いです。あ、悪いんだ。悪いんで、本当にストレートの細身のパンツにスニーカーが一番いいと思います。そういうことです。いやもう本当それ定番。もうそこ外さないんで。はい、でちょっと寒かったらジャケット流行ってもいいんですけど、なんかジャケットは嫌いらしいんで。あ、夏はです。あ、夏はね。冬は。暑苦しい。冬だったら全然いいと思います。なるほどね。なるほどなるほど。だからそこは女性の意見。まあ、これぐらいにしとくか結構分かれるんで、はいはいはい、はい、じゃあ次靴ですね、はい、もうねこれはね思うんですけど、靴汚いとやっぱ引く、俺でも男でも引く、はい、もうなんか多分同じ靴履いてるんだろうなって、はいはい、でそこからね別に匂ってもないんだけど多分臭いんだろうなっていうもうそこがすごい来るから、はい、もう靴は絶対お金かけた方がいい。うん、あ、革靴でつま先が色変わってる人とかどういう神経してんだろうなと思いますね。わかる。どれだけかっこよくても本当に手入れをしない人ってもなんか生活荒れてるんだろうし、家、うん、汚そうだなと思うし、うん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 、土俵に上がらないですね。靴絶対磨いてください。もうそんな高い靴を買えとは言わないので、そこら辺の靴でいいんで綺麗にすること、ね、困ったらニューバランス履いてればいいと思うんですよ、うん、あー、スニーカーの、スニーカーでと思います、はい、僕もそれは靴絶対です。次、毛毛です、はい、毛です、はい、頭の毛ももちろんあるんだけど、はい、なんていうかな、鼻から下、鼻もめっちゃ出てる人いるの。います、たまにいます。本当にボーボーなの。あ、ボーボーまでいかないんですけど、2ミリぐらい塊でピョって出てる人は3割ぐらいいますね。割といます。鏡見てないのかな。いや見てないのよ。いいな人で鼻にカッターなんか980円で Amazon で買えるし、でもウィーンってやってクリアいいんだけど、それすらやっぱしないんだよね。多いまでいかないですけど、うん、ゼロじゃない。そうだね、はい、その系ね。で、あと、まあ、あとなんだっけ、ヒゲですね。ヒゲね、青ヒゲ、カミソリ負け。カミソリ負け男から見てても嫌、ダサいっていうか気持ち悪いし、肌汚く見えるから。もうなんかキスしたくないよね。あ、無理無理、絶対ですね。うんうん、わかる。それはね、本当思う。なんだろうな、ツルツルがいいですね、うん、女性もそうだと思いますけど、ツルツルの肌がいいそうです、はい、ね、うん、青ひげはね、良くない。もう生やすんだったらもうがっつり、はいはいはい、ちゃんとね、生やす。そうですね、どっちかですね、うん、どっちか、ね、ということです。次ね、あ、ひげ言っちゃったね。ひげ脱に行ってください。ひげ脱ですね、そう、間違いないです。皆さん言ってくれで、腕毛なんですけど、腕毛はまあしょうがないところもあるんだけど、はい、腕毛を脱毛してる人もいる、うん、今多いですね、うん、少なくないいます。僕もだってブラジリアンとか行きますもんね。本当ですか。だからあそこツルツル。あ、でも清潔感があっていいと思います。ただ、なんだろうな、生えかけが一番嫌だから、はいはい、結構行くんだけど、はい、か行かないとか。あ、まあ、見えないところは100歩譲ってどっちでもいいですけど、見えるところがボーボーだと。あとこれ聞きたい、夏の季節だったら、はい、T シャツからお腹がちょっとたまに出てしまうとか、はいはい、あそこでギャランドゥとかどうなの。ない方が絶対美しく見えますね。そう、俺もう今はブラジリアンとかはあんま行ってないんだけど、はい、やりすぎて血出ちゃって、え、ブリブリで血出て、はいはいはい、血出てるって言ったら、うん、ちょっと出てますねとか言って、はい、なったんだけど、今は上は脱毛クリームでお腹のところはやってる。はい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 。いやでもこれほんとね、毛はね大事。じゃあいざ女性とホテル行きました、はい、そういう関係になりましたの時に、やっぱボーボーで伸びきってるのって、うん、ちょっと嫌だよね。ないなって思いますね。胸毛がでもちょっと嫌だなって思います。まあ胸毛ね、胸毛ね、うん、いざ脱がせたらうわーってフレディーマーキュルみたいな人はあんまりいないですけど。その時なんていう、ちょっともうないな。今までそこまですごい人は会ったことないけど、2回目考えますね。考えるよね、うん、俺女の子だったら、男が脱いだ時に胸毛ボーボーだったら、はい、ヒートテック
さすがに私でもその胸毛に関しては言えないけど、だいぶ好きな人もいるよね。でもごく一部だ。日本人では本当に少ないと思います。だよね。前23歳ぐらいだかに付き合った子がいたんだけど、はい、胸毛ボーボーで脇がが好きだっていう人だったね。もうそれ俺胸毛ボーボーでもないし、はい、脇がかちょっと2日ぐらい洗わない方がいいかなとか考えたけど特殊よね。特殊すぎてそれはもうカウントしない方がいいと思います。基本はもう薄い方がいい。もう薄い方も なんならもうほんとひげ、あの鼻から下ツルツルでもいいと思います、はいはいはい、鼻から下ツルツルはそうです、はい、ということですね。はい。であとでこれおしゃれにしていくとほんとね自信がつくんですよね。そうそうそう。だからもうこのおしゃれにする、毛をなくす、靴を、まあね、磨くね、そういうことを全部やっていくと自分に自信が持っていけるんでね、その自信がついたことによってやっぱ仕事とかあの金、女の子も寄ってくると思うんで、よく1000人こうやってセミナーしててね、スクールやってて分かるんだけど、あの彼女ができたらとか、それから仕事がうまくいったら自信がつくと思ってるんだけど、これ全く逆で、自信があるからこそね、仕事も女も寄ってくるっていうことなのでね。で、せっかく今女性に意見聞いてるんだけど、まあ結構リアルに言ってくれる結構リアルに、はい、で普通の子に、まああのこうインタビューしたりしていろいろ聞いたんだけど、結構女性の理想のバイアスがかかってるから、はいはい、ね、なんかちょっと理想を言ってくるから全ての女性の意見を鵜呑みにすると間違います。はい、ズバズバ言ってくれるの方がいい、はいうんはい、で、まあ、そんな感じですので、あまり100パスで鵜呑みしないことをお勧めしますっていう形ですね。はい、じゃあ今日はね、まあ、モテないね最大の理由ということでね、まあ、外見をとにかく磨くことをやってまいりました。なのでまずは外見を磨いて自信をつけていくことね、そして少しずつ女性をね口説いていくというか、カップルを制約していって今おかしいな自家営業を磨いていくってことですね。はい、そんな感じですね。このね動画ためになっている方はぜひグッドボタンを押してチャンネル登録お願いします。で概要欄に貼ってます、ね、個別相談、恋愛の個別相談オンラインでやってますね。無料ですので全然ね、お試しで、ね、聞いてみてください。僕にねでそのね、30分ないし1時間で終わる人もいるし、長い人で 3時間やった人もいるんですけどね、そんな形で、ね、全然無料なので聞いてください。でその時にね、恋愛スクールの案内も少しさせていただきますけども、ね、もしやりたいなと思ったらぜひやってもらってもいいし、まあ、いくらなのとかって聞いてもらうんだ、それだけでも全然全く問題ないです。でその時に LINE の添削、これ結構評判で、今この女の子とアプリでやってるんですけど、これどうしたらいいんですかとかね、LINE で今つまずいてるんですけどどうしたらいいんですかって見せてもらうと、そこでアドバイスできるんで、それだけでもいいのでぜひね聞いてもらう、申し込んでもらえたらね、アドバイスさせていただきますのでね、そちらもよろしくお願いします。じゃあまた皆さんね動画でお会いしましょう。